じゃあよろしくお願いします。ようこそ三浦浩司の部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょうということでですね、もう今週は日本代表一色でしょうと、ああいうことで、もうなんか総目線前みたいな感じですからね、総決戦とか、僕の中ではね同じ立ち位置にするんだって話なんですけど、7月9日ラグビー日本代表テストマッチリベンジと、リベンジするぞということで、対フランス戦2戦目、三浦の勝手に選ぶメンバー発表ということで、お付き合いのほどよろしくお願いします。まずあれなんですけれども、いや、こっち先に、明日の夜会食が入ってしまったので、予定していた生配信ライブプラスメンバー予想ができずと、明日、木曜日発表なんで、その前日にやろうと思ったんですよね。なんですけど、ちょっと明日できないっていうことと、で今日やるとなるとまた追加招集パス離脱が出そうなんで、先週それですごくいろいろ大変だったんであれなんですが、悩ましいということなんですが、でもやっぱり明日できなそうにないんだったら今日やろうかなと、って言いながら、明日また時間作ってやりそうな気がするんですけど、それはちょっと置いといてください。で、昨日ラグビーウィークリーで田中文さんの発言があったんですよね。ジェイミーはいろいろ今試している状態だけど、早くメンバーを固めてほしいと、僕の声を代弁してくれました。せめて方向性だけでも教えてほしいですって言ったことに関して、一人コメントいただいて、それは自分たちが考えることなんじゃないかというようなコメントもいただきましたが、僕の言ってるこの方向性っていうのは、いや、例えばですけど、ウイングとか、まだそのナイカブラとか山下楽平選手とかを試してない段階で、メイン平選手とか根塚選手を呼ぶっていうのが、どういう選手たち、どういうモチベーションなのかなって思ったりして、そのあと、一番分かりやすいのは布巻選手を呼んで、総力戦といえばそれまでなんですけれども、なんかそこら辺があやふやな感じがしたので、僕らファンにももうちょっと明快な追加招集とかだと分かりやすいなっていう意味でもちょっと投稿させていただきました。でも田中文さんの言葉を借りると、1年後なんでね、確かに今の段階で23人、15人固めろっていうのは無理かもしれないんですけど、なんかもうちょっと見えてもいいかなっていうのはファンとしては思うかなと思います。ということでやっていきましょう。でも本当にこれキャプチャーするの大変だったんですけど、もう皆さん忘れてる人もいいんじゃないかなみたいな、開始選手も追加招集されてますし、シェーン・ゲイツ、この前リザーブでしたよね。で、すいません、これ順不動です。もう本当毎日のようにあるんで、もうちょっと順番めちゃくちゃですが、あとは、これ比較的新しいですよね。フッカーの日野選手、いやー、昨日藤島さんのラジオ良かったですね。すっげー良かったです。もう日野選手のフランスの話すげー面白かったな。よかったら誰かって聞いてみてください。あとね、ミスチルのスターティングオーバーを試合前聞いてるとか聞いて、もう僕もミスチル大好きなんで、ちょっとまた好きになっちゃったなって、そんな話どうでもいいよと。で、あとはもう大人気根塚選手、あとフルバックはね、ちょっとさすがに野口選手が抜けたってなると山岡選手一本なんで、これはもう当然かなっていう気はしますというところです。で、あとね、高橋選手出たり入ったりいろいろ大変ですが、高橋選手とあと布巻選手、あと重野選手ももちろんで、前回スタメンですもんね。で、あと復活堀越選手も呼ばれてます。もうだからもうわけわかんなくなっちゃってるんですよね今。で、これも直近ですね、大戸選手、小山選手、田村優、立川選手、ごめんなさい、開始選手とシェーン・ゲイツの時にラブスカフニがもう離脱という記事もありました。で、ここで斉藤直選手合流ということで、堀江選手と野口選手 と山沢選手間に合わないのかなと思ったら、すみません、メイン平選手ですね。で、堀江選手は戻ってきたと。残念ながら野口選手と山沢選手はまだと。で、ビンピーね、怪我、これはね、怪我しょうがないんだよな。ねえ、てかやっぱロック、なんか結構いると見せかけて、やっぱこのビンピー一人抜けただけで、ちょっとこういう気持ちになるっていうのは、やっぱ大事ですね。昨日のラグビーウィークリーでもやっぱロックの話は出ますからね。ちょっとね、期待したいなという感じでございますので、もうこんなぐっちゃぐちゃの状況ですが、なんとか抜けがないようにやってみたので、ちょっと予想していこうと思います。それではお付き合いください。まずプロップ見てみましょう。まず
ここではミラーがね早めに離脱しちゃってるんですけれども、三浦翔吾選手が早めに呼ばれ、開始選手が追加で呼ばれたということなんですが、まあ、ちょっと前さんはいいんじゃないかなっていう気がして、もし怪我した時のためだと思うんで、ちょっとね稲垣選手バルの1、3はちょっと先発8000円じゃないかなっていう気がして、で、やっぱこの前良かったこの2人変える理由が見当たらないですね。だから変えるとしたら疲れとか怪我ですよね。ちょっとこの選手とこの4人が何かあった時のために、まあグージオンとか後で入ってきますけれども、何かあった時のためにまあいるんじゃないかなっていう気はしますということでございます。という意味では第1戦目と変わらずということが三浦の予想でございます。続きまして、フッカーはですね、なんで沢巻穴巻いつも入ってます、すいません。ここにですね、日野選手と堀越選手、で堀越選手も戻ってきたということで、1、2、3、4、5人、フッカー5人、多いね。もうなんかすごい大状態になってるね。なんですけど、まあもちろんもう、すいません、キャプテン外せねえというところで、ですいません、リザーブはここはもう、温帯。もう用意しといてくださいと、ああいうことで、もう本当にすみません、あなたしかいないと、スタメンにしようぐらい思ったんですけれども、まあ、そこはやっぱキャプテンの坂田選手、もうワイルドナイツコンビで、ちょっとここはですね、お願いしたいです、ちょっと堀江選手、頼みますというところでございます。じゃあ行きましょう、ロック。沢巻穴巻がね、もう残念ながら離脱しちゃってて、ここにですね、BP ちょっとすみません、スペースの関係上ちょっと削れてますが、辻選手がいて、ごめんなさい、沢巻穴巻の上に乗っけてしまいましたが、大戸選手が追加の、ここにごめんなさい、ここですよね、ナンバー8で登録しているコーネルセンをここに入れざるを得ないっていうことで、でこれは本当大戸選手と辻選手迷ったんですけど、若となんだけど、やっぱりリザーブの入れ方からしてみて、ジェイミーはやっぱりまあこの2人で行くんじゃないかなと、ああいう気がします。ワーナーとジャック・コーネルセン、ビンピーがね離脱した今、この2人で行くんじゃないかなっていう気がします。そして悩んだ末、もうここはもう若選手と辻選手で悩みました。大戸選手はちょっとバックアップってことなのかななんて思って、早めに辻選手を呼ばれたんで、ここはちょっとあえて辻選手と、もうここで満を持して、リザーブ後半でフランスのフィジカルに対抗していくと、頼んだぞということでございます。もうね、もう予想するのは自由ですからね、お付き合いください。で、バックローの状況はですね、ここで、ラブがいないというところで、で追加はタタフ、そうですよね、タタフも追加メンバーですからね、で、ここにヌルマク選手ということで、そうなんだよな、だからそういう意味では、そんなに、入れ替えねえんだよなっていう感じなんですけど、もうちょっとですね、この2人プラスこの3人は変えないと思いますね。逆に言うとちょっとガンターとリーチが抜けてて、すいません、もちろん練習とか見てないんで分かんないんですけど、逆にこの2人が出れないとちょっと戦力ダウンっていうのがちょっとバックローの今の現状かなと。ラブとかがいなかったりしてる状況な、姫野選手とかがいない状況なんで、この3人が抜けるとちょっと今厳しい状態になってるかなと思います。で、あとは実績で牧選手と、まあ、この前ちょっと緊張したのかハンドリングエラーが目立ちましたが、やってくれるでしょう。なんといってももうリーグワンで爆発しまくってますんでね、っていうことになりましたと。まあこれ以外ねえと思うけどな、今のプレーのパフォーマンス見た限りという感じでございます。でもうスクラムハーフは流選手がいない状況ですね。で、高橋選手 と、小山大輝選手の状況で、あとごめんなさい、重野選手ですね。でごめんなさい、僕この前重野選手やっぱすごい良かったんで、スタメン重野選手のでリザーブに斉藤直人選手というふうにちょっとやらさせていただきました。ちょっと斉藤直人選手はごめんなさい、
斉藤直人選手とやっぱ流選手が2人抜けてるような気がするんですよね。で他はその次っていう感じの時に、ただ経験値のある重野選手がここに来てめちゃめちゃ貴重な存在になってきてるなと、ああいうところなので、スタメン重野選手の、リザーブ斉藤直人選手というふうにさせていただきました。よろしくお願いします。でスタンドオフは、まあ、田村優選手ここ合流なんですけど、田村優選手ちょっとなんかキャノンファンによると若干休暇に入ってたみたいな話とかもちらっと聞いたんで、ちょっとスタメンきついんじゃねえかなっていうところで、っていうのとこの前、まあ、9大点は上げてると思うんですよね皆さん。だからやっぱリースーシンでまた行くんじゃないかなと。もう中尾選手とか見たいんですけどね。ただあでも狙われから変えたりすんのかな。いやでもせっかく試合の2日前ぐらいにで急いで周りとコンビプレー合わせてあえて試合やったんで、やっぱここはレンチャンで行くんじゃないかなっていう気はします。あーリースーシン選手見たいんですけどね、中尾選手とかも。ただ今の状況を考えたらリースーシンなんじゃないかなと思います。続きましてセンターは、3人とも残ってるんですけど、シェーン・ゲイツと立川選手が追加になっているとああいうところでございますが、この前センターもやっぱすごい良かったと思うんですよね。だからやっぱ中野選手、ディラン・ライリーとで、ここで、スタンドオフセンターの、リザーブを経験値のある立川選手っていうのをあえて選んでみました。前回シェーン・ゲイツだったんですけど、やっぱ立川選手こういう試合欲しいなと個人的に思ったんで、立川選手をリザーブっていう形にさせていただきました。続きましてウィングは悩ましいんですけど、ウィング今あれだよね、根塚選手とメイン平選手が加わってるっていう状況で、まあちょっとねウィング記事になっちゃって僕もシェアしちゃうぐらい、砂村さんもちょっと露骨にウィングって上げちゃってるぐらい、いや他もねいろいろ課題あるところあると思うんですけれども、なんか知んないですけど、ウィングが課題になったんですが、なんで前回ちょっと短い時間のパフォーマンスが良かった高橋太一選手は入れたいなと思いました。なんでフィフィタは外せず高橋太一選手で行くんじゃないかなとああいう気がします。でごめんなさい、ここで言ってしまいますが、後ろ3ウイングフルバックのリザーブはちょっとここからは出ずに行くんじゃないかなとああいうところでございます。どうですかね、フィフィタとファンデフィファ両方変えることはねえと思うんだよな。でそういう意味ではキャップもあるね、経験、フィフィタはやっぱトライも取ったし力強いプレーがあるんで、だけどやっぱ高橋大志選手のこの前短いパフォーマンスでの短い時間でのあのパフォーマンスは多分ジェイミーの目に留まったんじゃないかなと思っておりますんで、この2人ということにさせてください。で、ごめんなさい、フルバックは尾崎誠也選手と、今野口選手がちょっと、離脱なんで山川選手の2人なんですが、やっぱね尾崎選手のやっぱ僕マルチプレーがすごいと思うんで、山中選手尾崎選手がっていう感じなのかなと思います。ちょっとまとめるとですね、稲垣選手はてか前さんはもう硬いと思うな。でロックがちょっと正直ワーナー選手じゃなく若選手とか辻選手でもおかしくないかなと思います。でもコーネルセンは外せないと思います。でリーチとガンターも硬くて、でタタフも硬いと思います。でちょっとここはやっぱ重野選手、僕はなんか弱気じゃなく別に重野選手、リー・スーシンでフィフィタ、中野選手、ライリー、高橋太一で山中選手でリザーブが堀江温帯の、森川選手、柿永選手、ワイドナイツコンビ&サングリアスコンビと。でここすいません、ちょっとなんでこうやってここだけカッコしてんだ、ちょっとさすがに分からなかったなっていうところで、マキシは勝てんじゃないかな。で斉藤直選手がここにリザーブで、立川選手、尾崎選手ということになります。まあね、予想なんて当たんなくてなんぼなんですが、まあいろいろ考えると楽しいんで皆様も考えてみたらいかがでしょうかということで、本当に大事なフランス戦、歴史的勝利を期待しておりますということで、まあいろいろ怪我人、感染症大変だと思いますが、ファンは
勝利を待ち望んでますので、ぜひということで、お付き合いいただきありがとうございました。また近いうちお会いしましょう。レッツラグビー。